の本部所在地である。この町は、アウトバーン A 沿いに位置する。この町は、公式には16の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。カーゼンドルーフは、1307年に、ニュルンベルク城博、後のブランデンブルクバイロイト辺境白が獲得し、皇帝特権として相続され、1328年に、 市場開催権と都市権を得た。1792年に置かれたプロイセン王国の旧、バイロイト公領にあたるアムドは、1807年のティルジットの和訳により、フランスのものとなり、1810年にバイエルン王国のものとなった。バイエルン王国の行政改革に伴う自治体例により、1818 18年に現在の自治体が形成された。 この地域の人口は1970年に2379人、1987年に2257人、2000年には2587人であった。町長はノルベルト・グロースである。彼は2020年5月1日に前任者のベルント・シュタインホイザーから町長職を引き継いだ。議会は町長を含めて17議席からなる。主な企業は ありがとうございます。